Hello, this is Hiroshihayashi Hamamase de Japan. This is a story about alien spacecraft、uh, found in Norway.、Uh, in Japanese, Norway で発見された UFO の模型について話します。これはブローチということになっています。まあ、ブローチサイズの大きさなんですね。でただ、あの、 資料を見ましても、大きさがあの書いてありませんので、まあ、ブローチの大きさということでご理解ください。で、これが元のあの画像なんですね。で、それ詳しくはこの続くビデオの中であのもう一度あの資料を添えて説明いたしますが。がで、これはあのデンマークで見つかって最近見つかった。あのブローチなんです。で、この2つがですね。あの比べてみますと。と穴の位置。 それから周りのその線ですね。あの位置はこの後精査いたしますので、そのビデオを見てください。で、この位置、まあこれ例えばこの一部分だけを見てもですね、こうした穴を見ても同じところに同じ位置あの穴があるわけです。ただし大きさなんかバリエーションが書いてありますから、ちょっと違いますね。で、この中の線にね、注目してください。後ではね、もう一度あの詳しく説明いたしますので、その時にあの、線も合わせて見てください。で、線も同じなんですね。で、 まあこういうふうにまあ形あのそのものはですねあのバリエーションを加えてありますから違いますが、まあ、あの基本的なあのパターンは同じということなんですね。で、これは何かということなんです。あなたは皆さん、皆さんはこれ何だと思いますかで、私ですね、あのこ,のこれが何であるかということをですね この写真一枚だけパッと中学生に見せましてねあのこ、この絵の方ではなくて、これみんな何見えるって聞きましたら、まあ、約20人ほどの子供たちがいたんですけども、もう一斉にみんな何にも迷わないで、UFO! って答えましたですね。で、あとでちょっと時間を置いてからしばらくしてから、帽子にも見えるなといった子供も見ましたけども、まあ、全員がもう即,即座に UFO って答えましたですね。これだだ誰が見ても UFO なんです。 まさにオーパーズなんですね。で私、ちょっとこの線をもう少しこう強調して書いていまして、まあ、自分で楽しんでみましたが、やっぱり UFO なんですね。えー、でこの右下のはこれはブローチであの模様だけなんですけども、まあここに5つの突起物があることに注意してください。でこの5つの突起物を見てですね、同じ位置に同じようにあるんですよ。でこ 左側の,あのノルウェー、右側のデンマークで7 0 0キロの距離が離れているんですけどもね。ですから、いろいろなふうに考えられるわけですけども、この突起物、あのこれがですね,ボロ,ブドールのでねボロブドールにありますね。スチューパ,スにスチュー,パーによく似ているんです。まあ、見てください。私、この、えー、突起物の形を見たときに、どっかで見たことがあるなっなて、ね、思ってまして、でああそうだってことで気がついたんですけど、このスチューパーは明らかに UFO ですね。 というのは、このスチューパーは後で作られたんですよね。あのピラミッドの上に。ですから、石の材質が違いまして下、下とはつながっていません。あのまあ要はスチューパース、スチューパーです。スチューパーと呼ばれておりますけども、この形見てください。これはあのオリジナルの画像です。で、ダイエテック、ダイエ、イングリッシュプレミュージアムにあるんですね。で、これを私、スチューパーのように、ね、アンテナを立ててみました。そうしましたらですね、そっくりになってきちゃったんですね。 まあ皆さんご覧になってください。で、このスチューパーと、まあ、これあの時代もあってるんですよね。スチューパーがこう作られたのが大体890年から900年頃それから下の,あの先ほどのブロ,ブローチですね。あれは作られたのは10世紀900年から1000年までと、まあ、いうことになってますから、時代的にもほぼ同じ頃にできてるということなんです。で、さらにもう一つ今日はあの後のビデオの中で注目してほしいのはですね、この,の UFO の内部と思われる模型なんですね。 実に奇妙な、精緻な、奇妙であると同時に精緻な模型なんですね。Very a n d e l i c a t e に作られているわけです。というか、の左の方が上から見た図、あの右の方は斜め上方から見た図なんですね。で、これがですどうして私が問題にするかというと、これ左側の道橋に掘られた北極の地図なんです。右が Google Earth 上での北極の地図な、地図というか写真なんですね。 でこれはの、比べて今、あの精査しているところですけれども、まああの、詳しくは5 1 5の方でのであで説明してますので、ここでは簡単にあの皆さんにお見せしますけれども、これ、左右比べてみてください。一部の狂いもなく同じなんですね。さらに驚くべきことに、左の道橋の方には、ですね川の位置、それから湿地帯、それから北極海の海の中の、ね、線、ちょっと見えますかね、のまであの掘り込んであるんです。いわゆる、まあ、これは 3D 写真なんですよね。 いわゆるまああの、彫り込んだというよりも 3D 写真なんです。ただあの、注意してほしいのは、あの左の動揺の中で特に黒い部分がありますね。これは氷というふうに理解してください。それ,そそそれを氷と理解して、あとはもう全くもう寸部、もうたず同じ、島の位置まで同じ、形まで同じということなんです。誰がこの動揺を作ったかということなんです。 どのよううにして作ったかということなんですこれはあの長持山古墳っていうところにありましてそれを明治時代にアメリカの方へ流出しまして現在はアメリカのマサチューセッツ州の ボボスストトンンミュージアム、にありますで。何度も手紙書いてね、あのもう 3, 3, 度あの3方向からいろいろと手紙書いてるんですけども、未だにこの返事がありません。この現物の写真が見たいんですけどもね、まあ,あの言っても私のような人間行っても見せてはくれないだろうと思いますので諦めてますけども、このように寸部ぶたがわず同じなんですね。というようなこともちょっと頭に入れておいていただきますと、あのなんて言いますかあの、先ほどお見せしましたね、あの極めて精緻に、 あれブローチサイズですから、あそうそうこの、あのー、左の方の銅鏡の中心部は直径が38ミリですよ、皆さん。38ミリ、まあ、ゴルフボールぐらいですかね、もっと小さいかもしれませんね、38ミリと言いますと、そんなもんなんですね。で、こう地図を見ていく、ただグリーンランドだけはです、ねあのー、奇妙なことに形が違うんです。というのは、グリーンランドっていうのは、ね、氷の重さによって2、300メートル、あのー、水面下にというか、あのー、沈んでるんだそうですね。 メータあのまあ、今、ここで何を示したかというと、ここにあのこ黒い部分は氷だと,ということであの、その先は島であるということで、あのまあ、皆さんにお見せしてくるんですけども、あのあまりにもこの大パツすぎるということで、ですね信じない方も多いと思いますけども、まあ ビデオを止めてご覧になってください。さらに詳しくあの見てくださることは、型をですね、515、以前にもう5、6本この,あのビデオを作っていますので、どうかそちらで見てください。で、話を戻しますが、さて皆さん、あのもう一この,あの形のブローチを見てかまあ、ブローチっていう発想が、ね、貧弱なんですよ。というのはもうあの、そんなブローチなんて、はい、それは現在時の発想じゃないでしょうか。ということで、次のビデオをご覧ください。Thank you! Hello, this is Hiroshihaya Shihama Maseri Japan. Today I would like to talk about a space class for aliens.No.2 In Japanese, これがあのスウェーデンで見つかった、まあ、不思議な物体であります。Uh, 森本悟さ,さんが見つけてくださいました。皆さんはこれが何だと思いますかこれは 高校学者の説明によればブローチとといいうことになっていますで,ブローチですからかなり小さいものですよねあの。ですからそれなりの中にこれだけのものが彫、まあ、り込んであるわけです。まずそのことに注意してくださいね。でもう一つというか2つね、あのこれにというか崩して2つのブローチを今日は紹介したいと思います。これはノルウェーで見つかったあのブローチなんですね。 で、これはあの、ニュースに、えー、出ていましたので、えー、ごめんなさいこっちこちら、ね、こちらですね、こちらはあのデンマークで見つかったのですけどもあニューあの、考古学ニュースに出ていたものですから、最近見つかったものだと思います。で、この2つのブローチ、A と B というふうにしておきます。これはデンマークで見つかったんですね。先ほどのはノルです。で、この2つのブローチを比べてみますとですね、不思議なあの、なんていうか、不合点というか、一致点を見出すことができます。 で、とてもこの2つはよく似てるんですよね。しかし同じではありませんよ。まあこれはあのー、エイリアン独特の思考回路なんですね。例えばこの丸のところを基準にしてみてみますと、あのー、数、位置が同じなんですね。ただ大きさは多少バリエーションが欠けてあります。こうしてあの順に見てみてください。で、ばあのー、位置、場所は同じなんですね。で、ここも同じ。ということにこう。 順にこう繋いでいきますた。これ一つ右にずれてますね。ごめんなさい。で、この二つと。あの、今の位置はちょっとずれてます。この真ん中の線のね、あの、リムのところにはあのあの、あの、左上のに穴が開いてません。で、ここの丸を基準にして、もう一個今左の方へ寄っていきます。ほんで、見ます。見ます。で、同じだとことを皆さんお気づきになると思いますね。多少バリエーションはかけてありますけども。そして、ここにこの穴があって、 その上へ来るわけですね。そして上に丸のこうなってますか、コクピットのようなもんですけども、とあの突部ですね。コクピットではありません。な,ないとわつらも断言できませんが、でここを基準にしてもう一回もう一こう左へあここの丸ですね。これ上へこう出っ張りが出ているわけです。でここの穴も同じように開いていると。でここからもう一度今度左の方へ寄っています。これ一番左に向かって左側ですね。先の丸丸です。それでこう このリムのところには穴が開いてるんですね。ここを先ほどの同じ点を取りまして、自由に見ていきます。このリムのところは無視してくださいね。と同じように開いてるわけです。ということは、リムの部分だけはあの下、下、デンマークの方は開いてるわけですね。そして穴があると。こういうふうにこうなってますかパターンは同じなんですね。 でこの2つを比べて、下は大円形で、上はほぼ円形だって、前大円形、やや楕円形になってるのかな,な、というような説明がありましたですね。しかし、これらは同じ場所で、同じ人によって作られたというふうに考えたんですけれども、距離は700キロも離れているんですよね。下がのデンマークで発見された。 場所です上がノルウェーの場所ですけども直線距離にして7とい離れてる、まあ、バイキングのことですからノルウェーはデンマークで買って、えー、故郷のノルウェーをお土産に持って買ったということも考えられなくはないですよね、まあ。ともかくこれが10世紀頃にできているということなんですね。で今から、ままあ、1000円ちょうど1000年。 1,200年ぐらい前にできたんで, 1200, で,たんでしょうかで、ブローチエビの説明もこう、こ今一応ここに説明してありますけれども、えー、デンマークの、えー、サウスーイースト南南東、南東部のね、10キロぐらいのところで見つかってると。そういうようなことが書いてあるわけです。で、まあ、あのー、まあ、 ということなんですけども、このね、わずかなあの、同じなんだけど、わずかな違いをかけて作るっていうのは、このエイリアンの独特の,あの思考回路なんですね。これは例えば、あのギャガンダラとあー中国寺の弥勒窪札ですけども、花の,の長さのぞいて全く同じなんですね。で、ガンダーラの仏像もわずかなバリエーションを、を、まあ、ほとんど同じなんだけども、わずかなバリエーションを加えて同じものを作る。これも、あのやっぱりこの同じ方式なんですね。 ということで、この、なんて言いますか、あの、ギリシャ彫刻もそうなんです。同じモデルを使って同じように作るんですけども、わずかなバリエーションを加えている。まあ、いわゆるその 3D のデータベースを作るときにわずかなバリエーションを加えるのか、ランダムを加えるのか、それはわかりませんけども、データ等的にわずかな時間差を置いた、タイムラグを置いたわけですね。いわゆるプログラム彫刻というのです。で、これら2つはどうかというとです、まあ、これも一1回ここのところをよく見ててくださいとわかりますように、同じなんですよね。 えー、パターンがあるんということはね、こ,れもここにもエイリアンが関与してた可能性が非常に高いわけですよね。じゃあもう一度これを考えてみてほしいわけです。まあ、以上、ちょっと長い間置きになりましたけども、じゃあこれも同じような場所で同じようにできたということを考えますと、これはただのブローシーと考えるのはちょっと無理があるんですよね。で、これはあのー、 だからってこれがあの宇宙船の内部の様子であるというふうにはまだ断言できませんけどもまだ証拠を集めて集めていかなくてなりませんけどもあの一つの手がかりはですね一番左側にあるあの左にこう空を向いているこのエイリアンらしき人間なんですよね人間まあ人間この人なんですねでこれはの図解してますとこうなるわけです何かしら口からこう何かあの 出してますねそれを握ってるんで、あのー、シートベルトの付け方が人間とは違いますね腕を止めてますねそしてこれは何かしらこうまさに人間離れしてるわけです説明書はあの怪物怪物と書いてありますけどもそう怪物なんてねモンスターなんて作るわけないしこれは怪物のあ首の長い怪物だというふうに説明してありますね まあ、ロボットかもしれないしというところですね。この真ん中の部分が、このどうもエンジンのコントロール部のような私は気がしますね。あの黄色いのをこう上下させたりして、あの操縦してる。これと同じものがあの、あの、八戸辺、日本の八戸で八戸でも見つかってるんですね。で、これあの、コロンビアでも見つかってるんですよ。えっと、ごめんなさい。前あ アステカの地下,地下のでも見つかってます。同じものが。あの前紹介しました。これ,でこれもやっぱり座ってるんですよね。だからエイリアンは地球上では立てなかったんじゃないかと思うんですね。この足、あの重力に逆らえず。ですから、いつもこのポーズであの、アステカで見つかったのもそうなんです。同じポーズで座っておりますね。いわゆる三角座りというか座っております。でこれにこ、ね、先ほどのクラフトの,あのシエットを重ねてみますと、こうなるんですね。 となると、これは私はあのまあ誰が見ても、これはまあ今、フライング操作ですよね、窓があるの分かりますかあの下に3つ、窓が、見たところ3つずっとぐるっと円を描いて、窓がついてますね。 ですから、まあ、明らかにクラフトであるというふうに考えるのは、まあ、普通ですわね。大、まあ、パーツ以上の大パーツということになるわけです。まあ、それだ、イコール宇宙船、エイリアン、あるいはあのというふうには言い切れませんけども、非常に怪しいものであることは確かですし、ますます黒に近づいてきたということであります。ということで、まあ、皆さんあの、エイリアンあ、UFO の中を見たいなと思われる方は、あ今日のビデオを見てですね、あこれは UFO の中なんだなというふうに思ってくださっても、ほぼ間違いないんじゃないか と思います、uh, どうぞお楽しみください。Thank you very much for watching and see you next time. Bye!Hello, this is Hiroshihayashi, h a m a m a t s u Japan.This is a story about a very mysterious brooch、uh, found in g o t t s l a n d Sweden, now in t British uh, uh, Museum in London,、uh, in j a p a n e s e m o r i m さんからですね、奇妙なものがあると言う。 ということですね。えー、写真を送っていただきました。でそれはあのバイキングの謎をし調べてる過程で出てきたものなんですけど、このブローチなんですね。でこれ、何のブローチかということですけども、実に奇妙なブローチなんです。ゴットランドで10世紀頃見つかったんだそうです。あ、ごめんなさい、10世紀頃作られたんだそう,だそうですね。 でごめんなさいでこれがまあ何であるかですけども一見するとこれなんかねこうあエイリアンらしき人間が2人、えー、2時と7時の方向に座ってますねこの人なんですねで、まあ、順に見ていきますと実に聖地というか人間離れしているというかまあ奇妙な奇妙実に奇妙なあのブローチなんですねで大きさは書いてありませんでしたけどもブローチという以上はそれほど大きくないと思います。 で見てます。と、ここに気に骨が気になったんですね。指が3本なんです。で、これでギョッとしてまあ、これはと思ったんですね。で、まあこういう時は指を数えてみる。る ですよね、でいくらあの彫刻してもです、ね、指3本が5本かなんてことで,です、ね、これほど精緻なものを作るんだったら間違,間違えるはずがないんですよね。あれ間違えたとしたらその途中で気がつくんです。そしてこの2人とも指があの3本なんですよね。で、これ横から見たあのサイドビューのブローチなんですけども手に何か紐というかベルトのようなものを巻いています。で、こう比べてみます。 で、比べてみるんですけども、一体これは何かということになるんですよね。で、私、この指が3本、それからこの乗っている、まあ、人間、それからまあ実にこう人間離れしたと言いますか、人間がまあ何かの部屋を掘り込んだなんか住んでするにしても、こんなものは掘らないだろうという、まあ、一般的なまナですけどね、人間の常識から考えて、これは私は UFO の内部だというふうに解釈いたしました。 まあ私たち UFO の内部なんていうのは、ね、見たことありませんしどの,ふうどのようになってるか知らないわけですよねでも中心部にああいう何なってますかあのエンジン部のようなものがありますそして周りはその機械メカニックなその構造物がいっぱいあるんですね床も平らじゃないそれからまあ比べてみますとですね この今言ったエイリアンらしき人なんですけども、頭にヘルメットをかぶっているのか、選べたい顔しているのか分かりませんけれども、ヘルメットから2本の棒が伸びてて、それをこう両手でこうグッと持っているんですね。指が3本だということに注意してください。で、これは銀星だそうです。銀で出て、ゴツランド。まあ、野蛮な国と意味だ、あの土地味だそうですね。スウェーデン語で調べてみました。で、まあ、それを調べてみたんですけど、これはみんな動物だというんです。そしてロングネクト、long-necked animal h e a d 長い首を持った動物の頭 もあるとかっていうふうに、まあ、それは一般的なあの高校学者の解釈ですよね。解釈というか、あの作文ですよね。で、私、これを、ねまあ、読んでて、こう思ったんですね。このデザインが意味は本当のところは分かっていないと、この下線文はそう書いたんですね。Significance, significance of this design is uncertain とね。で、これと三本指で思い出したのは、最近先月行ってきました、甲府の高校の高校 あの博物館ですけど、ここのエイリアンも3本なんですね。これはあの爬虫類の皮膚をして、この工科博物館の,あのこ,ことにつきましては、詳しくはあの、まあ、報告いたしましたがで、指が3本であると。ということは、これはグレーじゃないかということになるわけですね。グレータイプのエイリアンということになるわけですね。で、まあ、これもう一度精査していますが、これがブローチだというのと、 これが UFO の内部だというのとでは、どちらがこじつけに近いかということなんですね。いわゆるどちらがこじつけかということなんです。もう皆さん、私はこれが、ね、UFO の内部だと言いますと、こじつけだというふうに言われますね。でも私はこれがブローチだというのがもっとこじつけのような気がするんですね。どうしてこのブローチなんか作ったんでしょうか まあ、胸につけるかどこにつけるか知りませんけども、で、ゴットランドはどこにあるかということをちょっと調べてみたんですけども、このゴットランドは不思議な位置にあるんですね。まあ、黄色い線が重なりましたねその。この黄色い線はどこから来てるかというと、いやウェストポールとエイブベリーをつないだ線上、ままあ、直線上にあるんです。そして右の方行きますと、イーストポールに行くんですよね。で、まあ、ついでに最後に、えー、付け加えればですね、 同じ場所で同じようにこんなブローチも見つかっているんですよ見つか。見つかっています。まあブローチといえばブローチですそうでないといえばそうでないし、一体これは何なんでしょうね。ということで今日のビデオ終わりますが、まあ本当に想像力,想像力をかき立てられますね。えー、ということで謎のブローチ、UFO ナイフか、それともブローチなのか、皆さんのご判断にお任せします。 Uh, thank you very much for watching and see you next time. Bye. Plus, plus, 森本さんどうもありがとうございました。